today, baby. ということで、もう次の日なんですけど、昨日の試合は、0対1で負けてしまいました。まあ、個人としても、プレーはそんな悪くはなかったとは思うんですけど、やっぱもっとできたと思いますし、もっとチャンスを作れたっていう場面もあったので、すごく悔しいですし、あとは、左足でシュートを打った場面2本あったんですけど、自分右利きなんですけど、左足のシュートっていうのは結構自信持ってて、ただ昨日のシュート2本ともなんかすんげえわけわからんとこと飛んでっちゃったんで、せめて枠飛ばしたいなというか、自分自身も結果やっぱ出したいですし、やっぱそこで来たって場面で打ったシュートだったんで、なんか力入りすぎちゃったっていうのもあると思うんですけど、次は枠に入れて、決めれるようにやりたいなっていう感じです。守備では、結構自分が中に絞りすぎてサイドチェンジされる場面っていうのは何回かあって、で、チームとしてのやり方がそうなんで仕方なかった場面はあったんですけど、試合中で、自分の中でもまずいと思ってチームのスタッフにもう最初からちょっと外に張っていいかってことを伝えたんですけど、なかなかそれもなかなかはめることができず、前半はちょっとディフェンスの場面でなんか苦戦したかなっていう感じでした。個人としても、チームとしても、課題が出た試合だとは思うんですけど、そこの経験というか、こっから何かいろんなことを得て、次の試合に向けて、頑張っていこうと思います。とにかく自分もチームのためにできることっていうのはいろいろあると思うので、自分が活躍する部分とチームが勝っていく、そこのイメージを持ちながら、次の試合に向けて切り替えてやっていこうと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。